ダイハツムーブダイハツムーブコンテトヨタピクシススペースピクシススペースはトヨタ自動車で販売されていた軽トールワゴンであるダイハツムーブコンテの OEM 版である2016年12月末製造終了2011年頃の日本国内全体の自動車販売は若年層の車離れなどで伸び悩んでいるが軽自動車については 需要が堅調で日本国内市場の底上げに貢献している。特に地方においては2代目の車として購入されるケースも多く普及台数が伸びている。またトヨタの各販売店においても以前から低燃費、低価格が売りの軽自動車をラインナップに加えたいという要望も多かった。それらの事実を認識したトヨタは2010年9月28日に 子会社のダイハツ工業から軽自動車を OEM で調達することに合意。そして2011年には軽自動車のシリーズピクシスがスタートスペースはその第一弾として2011年9月26日に発売された。ベースとなっている車両はムーブシリーズのコンテである。取扱販売店はトヨタカローラ店、ネッツ店が基本であるが、 軽自動車市場比率が高い地域のうち、取扱い希望のあった青森県、秋田県、鳥取県、島根県、四国地区、福岡県を除く九州、沖縄地区については、トヨタ店、トヨペット店を含めたすべてのトヨタの販売店での取扱いとなっている。なお、新車の展示は、そのうちで、さらに選定された、ピクシスステーションという一部の店舗のみで行われた。 なお、スバルには、関連車種が存在しなかったやピクシスジョイも同様。キャッチコピーは当初、マイスペースピクシススペースだったが、後に、四角い、マイスペースピクシススペースに変更された。エンブレム類以外は、コンテと同一で、装備内容、保証内容も同一。グレード体系は、コンテのナビ付け最上級グレード、G ナビを除く5グレードが用意され、 グレード名称も同一であるが、コンテでは G ナビで標準装備のマルチリフレクターハロゲンフォグランプが、スペース X ではメーカーオプション設定、コンテ X ではディーラーオプションとして設定される、各々しかじか関連のアクセサリーが用意されないほか、特別使用者も一切用意されないなど、装備面での選択パターンがコンテと異なる。エンジンは、ナシャ全グレードに、KF 型を搭載し、 X とカスタム G にはコンテにも採用されているアイドリングストップ機構エコアイドルも採用。ナシ a はエコアイドルの有無を問わず全グレードを平成17年基準排出ガス75%低減レベルと平成22年度燃費基準プラス25%を同時に達成している。ありがとうございます。